ちょっと待った！なんだよ、ケン！この CD-ROM はセガサタン専用なんだ。セガサタン専用？その通りだ。博士！そのまま普通の CD プレイヤーで再生すると大爆発を起こしてしまうぞ。大爆発？セガサタンでゲームとして再生するように設計されているんだ。そうだったのか。セガサターンやるしかないよ。よし、それじゃ早速。あ、それナデシコの新しいソフトだね。オイラにもやらしてくれよ。待て、俺が先だ。俺も入れてくれよ。ダメだ、俺だ。オイラ、俺が先にやるんだ。やらしてくれよ。ちっちゃい子ちゃん太郎。ほら、またあなたたち喧嘩して。ナナコさん、そんなに焦らなくても順番に遊べばいいでしょ。そのためのバックアップ対応さ。今日は冷静だな。一本取られたな。ちげえね。さあ仲直りだ。はい、よし、じゃあ始めるぞ。レッツ劇画イン。何？空き容量が足りない？なんてこったい！せっかく楽しみにしてたのに。他の記録を消すしかないようだな。へえ、今までのデータを消しちゃうのかい？そんなの嫌よ！お願い、なんとかならないの？ナナコさん、残念だが諦めてくれ。今はこのゲームのために最善を尽くさなければならないんだ。答えは決まったようじゃな。しかし、まだ問題がある。それは保存データ管理画面へ行く方法じゃ。 L または R ボタンを押しながらリセットボタンを押せばいいのじゃが、その時君たちの息がぴったり合わないとセガサタンは大爆発してしまうかもしれん。なんだって？しかし、万に一つでもこのゲームをプレイできるというのなら。やるしかないようだな。よっしゃ、一丁決めるぜ。あとは君たちに任せたぞ。よし、行くぞ。熱血フルパワー、レッツ劇画イン。君をずっとずっと見つめているよ、フォーエバーラブ。その胸を脅かすすべて、悲しみから守ってあげるよ。風に消えそうな時
私はアキトが大好き。初めて聞いた。嘘。本当だよ。嘘。本当。嘘。本当。嘘。本当。イメージして、火星軌道、太陽の反対側へ。ボソンジャンプフィールド発生、安定しています。どうしたの、星野瑠璃。座標、固定します。逃げるのか、なでしこ。逃げるんじゃない。聞いてたろ、月読みよ。あいつらは何か自分の知らない門のために戦うのはやめたんだ。2198年3月私たちは飛んだ。火星から一番反対側の軌道上に。ボソンジャンプには3種類がある。チューリップからチューリップへと飛ぶやり方、木蓮の劇眼兵器みたいに短距離なら飛べるやり方。でもアキトさんたちはなでしこ全部を飛ばしてしまった。火星生まれでない私たちの肉体を守ったままで。あのおたんこなす、いつまでグズグズしてんの。いいから、あんたが命令しちゃいなさいよ。いいんじゃないですか、二人はほっといて。はいはい、どうせ私は馬に蹴られて死ぬタイプですよってばさ。ただいまから5分後に本館メインブリッジを緊急分離する。乗組員は所定の方法でブリッジに集合せよ。繰り返す。ルリちゃん、私の代わりにテンコ取って。テンコですか。そう、前に習え。1 2 3 そして。なんだと、一人多い。提督を数えるのを忘れてたとか。思い金はそんなバカじゃないです。ちょっとちょっと、みんな来ておくれよ。食堂に変なのがいるんです。おい、パイロットの食事に勝手に手をつけられると困るんだよ。それよりあんた、どうやってここに来たんだい。せっかく良子お姉様に食べてもらおうと一生懸命作ったのに。また疲
作ってあげればいいじゃないか。今よりもっと美味しい料理をさ。その方が涼子さんも喜ぶだろう。そうですよね。はい。戦艦の中さ、機動戦艦なでしこの。そんなことより、あなたこそどうやってここに。もしかしてボソンジャンプ。私はネルガル重工の会長秘書エリナ・キンジョウォン。訳あってこの戦艦ナデシコにいるけど、今だけの話。まあ地球に戻ればいずれわかるわ。地球に着いたらあなたの身柄は私が、いいえ、ネルガルが保証するわ。その代わりにちょっとした実験に手を貸してほしいの。あなた名前は？ねえねえ、この人の言うことなんて聞かなくていいわよ。仕事が生きがいみたいな人なんだから。ええ、何とでも言いなさい。同じお姉ちゃんでも誰かさんとはうちげぷい。どうせ私は港さんとは違うわよ。静かに、取り調べができんだろうが。とにかく、君の身柄を拘束させてもらう。見たまえ。木星圏ガニメデカリストエウロパ、および多衛星小惑星国家間反地球連合体。すなわち木蓮の軍服ですな。違うわ。木蓮というのは、私と同じ地球人よ。だから違います。私たちは選ばれた特別の存在で。歪められてますな。ゲシヒラリン。何やってんだか分かりませんよ。地球から追放されて木星圏に移住した人々の末裔が木蓮なの。彼らは地球人を恨んでおり、エネルギーの枯渇もあって地球へ戦争を仕掛けてきたのよ。どっちが勝ったのかしらね。何しろまだ終わってないから。今は僕たちはもう地球連合宇宙軍の所属とは言えません。ま、いわば裏切り者ですな。
ま、詳しくは艦長にお聞きください。すべてあの人が決めてやっちゃったことなんですから。カンラカンラ。してんのよ、捕まえて。艦長不在の緊急事態には副官青井純が。私に任せろ。え、待たんか。手が帰ってくるぞ。おい、そこのお前、ここはメカニック以外立ち入り禁止だぞ。うお前、その足どけろ。劇団側が、劇団側の腕が。がないではないか。これでは劇眼パンチが、フレームも少し歪んでる。さあ、その白い服、お前が一人多いとか言っていたやつだな。だがそんなことはどうでもいい。それよりこれが何だか分かってんのか、あんたよ。当てずっぽうじゃないだろうな。試しにもう一問行くぜ。劇眼側 V のパイロットはケント・アキラともう一人。さあ名前を言ってみろ。ああ聞こえねえぞ。もっとはっきり言ってくれなきゃわかんねえぞ。ウリバタケさん、艦長とテンカー君のエッセが帰還しました。お願いします。さて、ここからがメカニック聖夜様の出番だ。おい、あんた、ここで待ってろよ。続きはこっち片付けてからだ。
敵がイン。おっと失礼。ちょっと君、君って言ったら君だよ。白い制服、いや木蓮の制服を着ているそこの人って言った方が分かりやすいかな。挨拶はないのかい？だったらこちらからさせてもらうよ。僕はネルガル重工会長の暁流れ、決して落ち目なんかじゃないからね。よろしく。そうそう、エリナ君の提案どう？こんなところでこそこそしても逃げられないんだし、僕らと手を組んだ方が後々いいと思うよ。敵木星トカゲ機影数十機確認。各自パイロットは戦闘配備についてください。木蓮が作り出した無人メカのことさ。地球もネルガルも散々そいつらの手痛い攻撃を受けてるんだよね。どうしてこんなところにまで木蓮のメカがいるんだよ。アヒト危ない。それに、なんだかこのメカたち動きが変だよ。まるで動きが読めねえ。チキショウ。読めないものは独り者。け。暁さんも早く出動お願いします。女子の皆さんも苦戦してることだし、出撃しますか。ついでに君も行く。立派な木蓮の服着てるんだから、戦闘の一つや二つ平気平気。記憶戻るかも。おいおい、だからって僕のエステに乗らなくても。遅えぞ、落ち目の会長さんよ。女子の皆さんとラブラブな人たちはとっくに手でってるぜ。それからそのもう一人の七子は置いてけよ。硬いな、売り畑君も。僕の腕をもっと信じてほしいな。いいから任せて。パイロットの腕じゃなくて、俺はメカニックとしてエステのことを心配し。おい待て、会長さんよ。おっせえぞ会長。こっちは俺たちに任せて、お前はアキトと艦長の方を頼む。アキトさんはナデシコの真下で応戦中です。天下脇完全に囲まれてます。こんな展開どこかでなかったっけ。はいよ、待っててお熱いお二人さん。到着まであと10秒。アキト、どうするの？これってかなりまずい状況なんじゃない？黙ってろユリガ、ここは俺に任せて。任せるって言っても全然こっちの攻撃当たらないじゃない。
いいから黙ってろ。うまくコントロールができないだろ。黙れ黙れって、アキト私のこと本当に好きなの？何言ってんだよ。好きとか嫌いとかの問題じゃないだろ。素晴らしいよ君、相手の動きを完全に把握してる。さすが木蓮の制服着てるだけあって優秀。うわすっごい、何も今まで隠すことなんてなかったのに。ほんと赤月さんかっこいいね、リョウくん。すげえぜ。能ある落ち目は爪隠す。なんて。結局敵は宇宙にはぐれた木蓮メカたちの暴走ということで片付けられ、全ては暁さんじゃなくて記憶喪失さんの活躍で木星トカゲを撃破。こちらの被害もなく、めでたしめでたし。赤月さん、さっきはすごかったですね。もうしびれるって感じね、リョウくん。それを言うならもう一人のやつだろ。そうそう、七志くんに言えよ。ただそいつの言う通りにしてたら敵の動きがバッチリで、さっきの通り。それより天川くんとゆりかくん、先ほどはお熱いところをどうも。ヒュー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 。なんで知ってんだよ。音声映像流してました。全部筒抜けです。みんな知っています。もうやだな、ゆりちゃんったら。そんなことしたら私たち公認のカップルになっちゃうじゃない。それより赤月さん、その七志って人は？それならここに。おや、ここってどこです？ルリちゃん、調べてくれる？思いかね、よろしく。バリスに乗る前はいろいろと館内を回っていますね。今もコックピットの中にいますね。だから言ったじゃないの、逃げられないって。まあまあ、これでみんな揃ったみたいですし、硬いことは抜きにしてお祝いでもしちゃいましょう。赤月さん、七志さんも頼みますね。何のお祝いだか。はいはい、班長、僕はいつから七志くんのお守り役になったんだか。
マイクテスト、マイクテスト。それではなでしこ館長三つ丸ゆりかから一言。私なでしこ館長三つ丸ゆりかとアギトのおかげで火星の遺跡も遠くに飛んでってもらいました。ねえねえルリちゃん、これでよかったんだよね？何がよかったんだか。それではパーッとやっちゃいます。あ、でもその前にその人はどうするんですか？エグちゃん鋭い、すっかり忘れてました。あなたいつまでもねなしちゃあれですから、今ここで決めちゃいましょう。うちで飼っている犬がポチだから。私は戦艦なでしこの艦長を務めるミスマリエリカです。私はめぐみ、なでしこの通信士やってるの。めぐちゃんって呼んでね。そうじゃなくてめぐちゃんでしょ。はい、もう一度。こちらこそよろしくね。さあさあ遠慮しないで。なんだよお前ら、俺がどうして自己紹介なんかしなきゃならねえんだよ。そいつの記憶の方が大事じゃねえのかよ。なんだよその目つきは。うん、私ね知ってんだ。さっきの戦闘で赤月さんのコックピットに映る彼の活躍見てから、涼子ちゃん変なの。もしかしてまさか。アキト君に振られたその身を癒すため新たな愛に真っ逆さま。よせよ、俺はアキトに振られるとかそんなんじゃん。次は前方30度の方向、その次は下、次、涼子。ちっせえ、だってろ。じゃあ、私先に自己紹介します。ある時は漫画家、またある時はコスプレイヤー、その正体はなでしこのパイロットやってる天野ひかるちゃんです。次、涼子。こいつは泉、俺とひかると同じパイロット、腕は確かだから。でもいちいちこいつの言うことを気にしない方がいいぜ。俺はスバル涼子、よろしくな。なんだよお前ら。その白い制服、港お姉ちゃん。大丈夫よ、心配してくれてありがとう。ただちょっと懐かしいなって。ごめんなさいね突然。私ね、あなたと同じその制服を着ていたある人のこと好きだったの。白鳥さんって言ってすごく純粋な人でね。死んじゃった。
から私が港お姉ちゃんの面倒を見てるの。言ったかもしれないけど、それは木蓮友人部隊の制服で、木蓮の中でも選ばれた人のみが着れるものなの。それにさっきの戦闘での活躍、あなた戦闘経験あるようだし。でももうこれ以上周りの人が死んでいくことなんてなくなるかもしれない。アキト君、地球やネルガル、木蓮はボソンジャンプのシステムともいえる火星の遺跡を求めて取り合っていた。そのおかげで俺たちの家族やたくさんの火星の人たちが消えていった。遺跡を宇宙の彼方に飛ばして戦争が終わるかなんて俺にはわからない。でも俺たちは自分が守る大切なもののためにやったんだ。そう、アキトの言う通り、この船は私たちが私たちらしくいられる場所だから、自分たちの思うようにしたいの。最初はナデシコを自爆させて遺跡ごと爆破しようって言ってましたけどね。そうだったっけ？でもボソンジャンプするのにキスする必要って本当にあったのでしょうか？それはもうルリちゃんまで。ルリちゃんあんなこと言ってごまかしてるだけなの。本当は感謝してるはずよ。ナデシコに乗ってから今まで自分が勝ち取った思い出をなくさずにいられたんだから。私は反対です。遺跡を壊せば歴史は変わる、戦争は起きない、すべてチャラ。でも大切なものも壊してしまうじゃないですか。でもキスまでしなくてもいいのにね、ルリちゃん。ルリルリにはちょっと早かったかしら。そう焦ることはないさ。世の中知らない方がいい過去だってあるんだしさ。あ、おい、胸のポケットに入ってるものなんだよ。そう、それだよ。それは、ナナコさん。おい、写真持っておきながら知らないのか。あ、悪い、記憶失ってたんだよな。ナナコさんっていうのは劇ガンガンに出てくるヒロインで、俺たちの永遠のアイドルなんだ。劇ガンガンは俺が子供の頃に再放送されてた熱血アニメなんだけど、番組自体はかなり昔のものなんだ。だけどその内容は今見ても新鮮で素晴らしいんだ。人、友情、愛、そして熱血というこの作品のテーマが人の心を打つんだと思う。ああ、だけどお前だって記憶失ってなければ、ガイア、俺と同じように劇ガンガーを心から愛していたと思うよ。なんだってナナコさんの写真を持っているくらいなんだからな。あきと。
なんか言ったか？よっ、アキト！久しぶりだな！ガイ！なんだか劇画側のことで盛り上がってるから我慢できずにあの世から来ちまったぜ。それはそうと、アキト、久しぶりにあれやらねえか？あれって…おい、あれって言ったらあれしかないだろ。頼むぜ、アキト。あれが最近やってないから次。よし、じゃあ行くか。きちんと叫んだか？はい、俺を疑うのか？そうか、わかった。二人だからじゃないのか？劇ガンガー3だって、ケン、ジョー、アキラ3人の力が合わさることで初めて劇ガンガー3に合体することができるんだから、きっとそうに違いない。しまった、俺としたことがそんなことに気づかなかったとは。待ってか、恥ずかしいぜ。だったらあと一人。それなら心配はいらないよ。お前も叫んでくれないか？レッツ劇がいいって。記憶はなくても心の中では絶対忘れていないはずだから。ああ、じゃあもう一度行くぜ。ここまでやればこれ以上私が言う必要もないでしょう。亡くなった人まで巻き込んで、アキトさんもあなたもご苦労様です。君をずっとずっと見つめているよ。
皆様、本日は劇団シャトル航空をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機は間もなく劇団シティポートに到着いたします。とても残念なのですが、劇団シティホテルにはご案内できません。つまり潰れてしまったんです。先週同じようなお客さんが多いんですよ。ちゃんと連絡が行き届いてないようでして。少々お待ちください。俺の名前は神宮寺烈。烈って呼んでくれ。しかし、突然声をかけられた時はびっくりしたぜ。うまいこと言うね。照れるじゃねえか。なるほど。つまりあんたは自分の記憶を取り戻すためにこの町に来たというわけか。まあ劇ガンガーの資料に関してはこの劇ガンシティが一番充実してるからな。おう、劇ガンガーをこよなく愛する者たちが集い作り上げた理想の都ってわけだ。なるほど。じゃ、一丁会ってみるか。決まってんじゃねえか。その写真の人、国分寺奈々子さんにだよ。
ここだ。ああ、俺が出てる映画のな。なんでもゲストキャラクターを一般の人たちから募集をかけてるそうだぜ。よかったらお前も出てみろよ。冗談だよ。まあちょっと待ってな。ありがとう、ルリちゃん。大丈夫、全然気にしてないから。そういう割には顔色良くないよ。んなことねえって。あれ、そこにいるの？ナナシのゴンベイさんですね。劇ガンガーだよ、劇ガンガー。実写版劇ガンガーのオーディションだったんだよ。ナナシのゴンベイさんもオーディションに参加したんですか？はい、落ちちゃいましたけど。アキトは以前まで行ったんだけど、惜しかったよね。まあ、その俺はユリカが出るって言うから付き合いで出てみただけで、別にそんな期待してたわけじゃないんだけど。待たせたな。なんだ、知り合いか？班長でーす。って、あれ、山田さん。なわけないだろう。何の話だ？山田さんじゃないですよね。なんだか知らねえが、人違いだな。俺の名は神宮寺烈、烈と呼んでくれ。ノリまでそっくりですね。昔なでしこに乗ってたんだ。やつも劇ガンガーが好きでさ、自分のエステバリスのこと劇ガンガーって呼んじゃってさ。アキトとは仲良しだったんだよね。よく喧嘩もしたっけな。でもいいやつだったな。何しんみりしちゃってんだよ。それより連絡ついたぜ、写真のこと。まあまあ、そう焦るなって。待ち合わせした喫茶店に行くぞ。私たちもついて行っていいですか？いいじゃないか、旅は道連れ世は情けって言うだろ。ナナシのゴンベイさんの秘密を探りに、レッツ劇画イン。爆
ま、それはそれとしてだ。とりあえず茶でも飲んでてくれよ。ここはこの映画のスタッフが宿泊するホテルなんだ。スタッフはこの町の人間以外も多いし、近くに住んでないやつにとっては結構便利なんだよな。なんてったってタダだしよ。カレーは全部シティ持ちだからな。まあ村おこしみたいなもんかな。実際のところこの映画は劇団シティが全額出資してるからな。紹介するよ。サファイアとアクアマリンだ。サファイアです。よろしく。アクアマリンです。よろしくね。二人とも俺の仕事仲間で女優さんだ。この人が列の言ってた記憶喪失の人？そうなんだ。協力してやってくれよな。協力って？私たちがお役に立てるのかしら。こいつは何も覚えてないらしいんだが、目が覚めた時何やら劇団側関係のアイテムを持ってたんだと。そいつが記憶を取り戻すための手がかりってわけよ。なるほどね。ところでアイテムって何を持ってたの？だったら私たちより彼女が適任じゃないかしら。お！ナナコさん、本当にそっくり。おい、悪いんだけどよ、こいつがどうしてもあんたに会いたいって言ってんだけどさ。悪いけど私忙しいの。それじゃあ。愛想のないやつだな。悪いな、いつもあんなんじゃねえんだけどよ。今日はどうもご機嫌斜めって感じだな。期待させちまったお詫びと言っちゃなんだが、もっとすげえやつ見せてやるよ。まあな、今度の映画を撮影してるところだからな。街の中には入りきんないさ。やっぱりなんか変な感じよね。何が？だってもういいじゃないですか。何の話だよ。ごめんごめん、あんたがあまりにも山田二郎に似てるもんだから気になっちゃってしょうがないんだよな。どうでもいいけど、俺の名前は神宮寺烈だ。
劇画スピン。おお、なんだよお前、そんなとこにいたのか。とにかく早く次行くぞ。おお、よく来たな。よ、博士。あ、国分寺博士だ。今更だけど、やっぱりみんなそっくり。このおっさんちょっと見は国分寺博士に似てるけど、中身は本物のマッドサイエンティストだぜ。おい、天才科学者を捕まえて人聞きの悪いことを言うな。本当に科学者なんですか？これは本当じゃ。もっとも専門は超古代科学ではないかの。おところで、こちらの若者とお嬢さん方は？ああ、俺の知り合いなんだ。見学しても構わないよな。別に良いのではないかな。なんだ？奴らにまた来よったか。奴らってなんだよ。敵じゃ。暗黒ひも宇宙からやってきた巨悪星人じゃ。なんで劇ガンガンの話になってんだ。よし、出撃じゃ。なに、こんなこともあろうかと用意しておいたものがある。魔人じゃねえか。さあ出撃じゃ、リツ。いや、ケン。え、ちょっと待ってくれよ。なんで俺が。お前さん元軍人じゃろうが、覚悟を決めんか。んなの関係ねえだろ。だいたい出てくとしたって一体何と戦うんだ。それを見極めるんじゃ。前から怪しい奴らがちらほらと現れておったのでな、シティ上層部と話をつけて準備を進めておったのだよ。まあそれもまだ途中ではあったのだが。なるほど、だからあんなものが。ここにはお前さん以外あれに乗れる者はおらん。早く行かんか。わあったよ。ヒーローの生き様ってやつを見せてやるぜ。他に出られる奴はおらんか。ちょっと私たちは立場上無理です。じゃ、お前さんよろしく。大丈夫、非常事態だからな。シティ上層部の許可は出ておる。なに、 IFS さえあれば誰でも操縦できるようになっとる。
い。奴らマジで撃ってきやがった。ただの脅しじゃねえぞ。識別信号は出ていねえな。どこのバカだ。一気そっちに行ったぞ。どけこの野郎！おい、大丈夫か？くそ、逃げ足の速いやつだぜ。お、生きてるじゃねえか。てっきりあの爆発でおだぶつかと思ったぜ。よくやってくれた。改めて歓迎するぞ。正義の勇者よ。ヒーローの誕生ってわけだ。まあ、とにかく戻ってきてくれ。大丈夫。シティの方は礼を言いこそすれ、罰したりはすまいよ。なんたって彼らは木蓮の元軍人には甘いからな。何を言っとる二人ともじゃ。今君は飛んだだろうが。それこそ木蓮友人部隊の証ではないか。それよりさっきからお前たちの活躍を嗅ぎつけてきた者どもが来とるぞ。どうだ、一夜にして劇団シティのヒーローになった気分は？いや全然。なんで？あんなとこって撮影所だろ。別に何の不思議はないぜ。何しろ俺らと同じ役者だしな。当分はここにいるんだろ。なんせヒーロー、
宿泊費もシティが全部出してくれるっていうし。あなた、悪いことは言わないわ。ここから出て行って。早くここから立ち去って、何もかも忘れてちょうだい。寝ろ。酒臭くて酒が飲めるか。俺もうやめるぞ。全部やめたら。映画もヒーローも。俺たちの仕事はな、結局政治家どものおもちゃなんだとよ。ウーレン、おめも飲め。これからどうするんだ？無作為に歩き回るのはあまり効率的じゃないと思いますけど。なんだったら俺たちと一緒に回るか。一応観光用に下調べぐらいはしてやるしさ。いいのに。そうか、じゃあまた今度な。よう、ゆうべは悪かったな。お詫びと言っちゃなんだが、どっか出かけるなら付き合うぜ。こっちは暇で暇で。やめやめ、今日はやめだ。どういうことになったんだよ。ちょうどいいぞ。七子さんも誘っていこうぜ。何かしら。こいつが観光したいってからよ、案内してやろうかと思うんだけど、一緒に来ないか。
わよ。よし、決まった。じゃあ後でな。いい機会じゃねえか。しっかりやんな。ゴミが入っただけだし、それにもう取れたみたい。目の中に何かある？ちゃんと見て。少し恥ずかしいわ。こうやって回ってみるとやっぱり結構広いよな。それで何か思い出したりしそうなの？まあ、焦ることはねえだろ。悪い、なんか呼び出されちまった。戻んねえと。いや、いいっていいって。とりあえず、二人でもう少し回ってみろや。それに今日はこれでお別れのつもりで来たんだから。知らない方がいいのよ。それがあなたのためなの。
1枚目のディスクの内容が終了しました。というわけでディスク2と入れ替えてください。入れ替えた後マルチプレイヤー画面でスタートすれば、あとは勝手に始まります。ちょっとミカ子、何やってんの？うん、このナデシコの CD を聴こうと思って。聴こうって、それ普通の CD プレイヤーじゃない？そうだよ。あんたバカ、聴けるはずないじゃん。どうして？同じ CD なのに。それはそれはセガサタン用の CD ロムだからよ。あー、さゆりさん、それって普通の CD プレイヤーじゃ聴けないの？そうよ。それにそのまま再生すると、するとドカーン。うわー、やだやだやだ。それはないけど。あった、びっくりした。ミカ子の大切なプレイヤーがピーガガガって壊れちゃうかもしれないのよ。そんなのやだ。それじゃその CD はセガサターンで楽しんでちょうだい。じゃあ私はこれで失礼するわ。あ、さゆりさん、どこに行くの？ちょっと売り畑さんのところへ。じゃあね。もしかしてさゆりさん、同じことやったんだ。おはようさん。知らないんじゃない？ただ寝ぼけてただけじゃないの？実はナナコさんに嫌われてショック状態とか。意外とその線が濃そうね。勝手なこと言っちゃって。あなた、ここで何をしているの？あなた、もう余計なことを嗅ぎ回るのはやめて。列のことよ。知ってどうするの？あなたには何もできないわ。いえ、これ以上嗅ぎ回ればあなたも彼らに狙われることになる。
わ。話してあげる。でもこれを聞いて納得したら帰ってちょうだい。レッツはここで密かに進められている計画に気づいたのよ。この都市の上の人たちは皆木蓮の極右勢力の生き残りなの。彼らはもう一度木蓮を再興しようとしているわ。この映画もその計画の一端を担っているのよ。そう、劇団川は木蓮の聖典だもの。あの映画は人心の掌握のための餌なのよ。彼らの理想とする完全な反連合勢力としての木蓮をね。これは本人すら知らないことだけど、彼は重要人物なのよ。だから逃げられないようにしたのね。まあそのようなものね。お守りよ。早くここから出て行って。あなたはここにいちゃいけないわ。お願い、お願いだから。もし何かあったらそのお守りが助けてくれるわ。だからなるべく身につけていて。私にできるのはこれくらい。私には何もできない。レッツを助けることも、あなたの記憶を取り戻してあげることもできない。ただあなたをこうして送り出すことしかできないの。おーい、檻だ、開けてくれ。頼みがあんだけどよ。何も言わずについてきてほしい。無駄だ。お前にはこのままついてきてもらう。騒がなければ危害は加えない。あなたたち何をしているの？チッ。さあ、おとなしくついてきてもらおうか。
荒っぽいやり方で申し訳ない。しかし状況が少し微妙になってね。我々は君を失うわけにはいかないのだ。勘弁してくれたまえ。何の用はないだろう。我々は君の帰りを長いこと待っていたんだからな。君は記憶を失ってしまったそうだが、ほんの3年前までは我々木蓮の戦士だったのだよ。しかも我々の計画によって作り上げられた最も優秀な戦士だったのだ。我々は友人部隊とは異なったコンセプトによって完璧な戦士を作り出す計画を進めていた。運動神経や知能、次元跳躍のみならず、軍を率いて戦い、人民をまとめ上げることのできる統率力、カリスマを持った完璧な英雄だ。我々がそのモデルとしたのは、聖天劇ガンガー3のヒーロー、天空剣だった。そして、天空剣そのものを作り出すための素材を集め、実験を続けてきた。ヒトゲノムの解析はまだ未完成だったが、優秀な遺伝子を組み合わせた子供たちをさまざまな環境に置き育てた。お前のように軍で訓練を受けた者もいれば、今でも己の出自を知らず姿勢で生活を続ける者もおる。ちょうど列のようにな。そうじゃ、言ってみればお前と列は兄弟のようなものなのだ。さあ、お主は我々の元に戻るのだ。木蓮再興のためにはお前たちの力が必要なのだよ。何をバカなことを。いいかね、研究所から消え去ったはずのお前が記憶を失い再び我々のところに戻ってきたのはなぜだと思う。全ては運命なのだ。お前は木蓮の英雄になるために生まれてきたのだからな。これは次元跳躍。大丈夫？しっかりして。ボソンジャンプよ。ええ、私は大丈夫よ。生体ボソンジャンプよ。あなたはここまでボソンジャンプで飛んできたの。あのお守り役に立ったのね。あれを地球の人たちはチューリップクリスタル、つまり CC と呼んでるわ。チューリップを使わずにボソンジャンプするために必要なものなのよ。大丈夫よ、鍵開いてるから。あの人たちは私が逃げないの分かってるのね。逃げても無駄だもの。あの人たちはあなたが想像している以上の力を持ってるのよ。逃げても簡単に見つかってしまうわ。そうね、確かにあなたはここに来るまで彼らには見つからなかった。あなたはどうするの？何？ええ。2年前、あなたを逃がす手伝いをしたのは私なの。
あの頃のあなたは彼らのやり方に嫌気がさしていたわ。私はあなたに CC を渡して戦闘のどさくさに紛れて研究施設から逃がしたのよ。多分あなたはその時の次元跳躍の影響で記憶を失ってしまったのね。ねえ、ここにもう一つだけ CC があるわ。これさえあればあなただけなら逃げられる。信じるわ。私もう逃げてなんて言わない。2年前はあなたを信じてあげられなかった。だから今度こそ全てうまくいくって信じるわ。そんなことをしてどうするつもりだ。なるほど、わしはそのための人質というわけじゃな。それはどちらも無理じゃな。この計画はわし一人で動かしているわけではないし、列に関しては完全に元に戻るということはない。そんなくだらない考えは捨てて我々のところに戻ってこい。お前さんがどう思っているかは知らんが、我々の計画は決して邪悪なものではないのだ。愚かな。敵襲か。陣を出せ。すべて列に任せる。はっ。この前よりも多いな。地球連合の犬だろう。くだらんことだ。まずいな、このままでは。人中破しました。パイロットは無事です。奴ら本気じゃな。このままでは劇眼シティ自体が危ない。分かったものではないな。なあ、お主に一つ頼みがあるのじゃが、この間のように陣に乗って戦ってくれんか。しかし他にパイロットはおらん。君が乗ってくれなくてはシティは壊滅じゃ。わしもみすみす敵対している者に陣を渡したくはない。しかし事態は急を要している。シティに住む人々を守るため
とりあえず今だけでも手を組んではくれまいか。大丈夫じゃ。こんなこともあろうかと開発しておいた新型の陣がある。これなら奴らに勝てるかもしれん。まだテストを終えていないので、できれば使いたくはなかったが、こうなっては仕方がない。もう他に手はないのじゃ。我々の新たなる希望の光、大魔神 V じゃ。しまった。合体を重視した結果、結合部の強度に問題が。しかしそんなことでは、この大魔神 V はくじけはしん。必殺技のマルチグラビトンブラストバスターを使うんだ。違う、マルチグラビトンブラストバスターじゃ。ちなみに発射方法は音声入力になっとる。おい、いいから早く発射するんだ。私たちを連れてジャンプできるはずよ。今はそれ以外手はないわ。
本日は劇眼観光バスをご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく月面シャトルポートへ到着いたします。シャトルをご利用のお客様はこちらでお降りください。でも、私、ちゃんと無事にジャンプできたわ。そんなことない。私がここを出ていけるのは、出ていく決心がついたのは、あなたが助けてくれたからなの。私も一緒に行っていい？今度は私が助けてあげる。助けてもらった分、次は私が助けてあげる番よ。だって、あなたはここを逃げ出すために出ていくんじゃないんでしょ。あの劇眼シティでの事件は一部の過激派の仕業と報道されただけで、真相は闇から闇へともみ消されちゃいました。だから木蓮の実験やヒトゲノムの研究というのも公にされずになったままです。もしかしたらそんなもの本当は最初からなかったのかもね。それじゃあまた会う日まで。セガサターン。白。僕ウサギだし。それでは分かりやすく説明しましょう。この人誰？サウンドノベルとは音の出る小説、つまりサウンドのノベルってことです。家庭用ゲーム機の一つのジャンルとも考えられます。本来はBGM と効果音で臨場感を高めているのですが、このゲームではキャラクターのセリフまで入っているのね。それでは実際にどうやるのかお見せしましょう。このように音声と同時に文字が表示されていき、その文章が終わると開業を意味するマークが出ます。このマークが出ているときに A、
または C ボタンを押すと続きが始まります。また開業マークの他にも開ページマークというのもあります。このマークが出たら同じように A または C ボタンを押すことで先に進むことができます。要するに1画面内に文字が表示しきれなくなりそうな時やお話の区切りのいいところで2つを使い分けてるってだけのことね。この他にも選択肢というのがあって、ここではあなた自身が答えを選びます。選択肢の時は次のような表示になるから、方向ボタンの上下で選んで A または C ボタンで決定します。まあこんな感じで読み進んでいくんだけれど、選択肢の回答によってお話の展開が変わってくるので、よく考えて行動するのが一番ね。とまあこれが今回のサウンドノベルの説明。決してサウンドで述べてるからじゃないから間違えないように。みんなわかった？それじゃあ今度はゲームの中で。またね。またね。音と映像で演出した目で見る小説のことね。でも意外よね。なんとサウンドノベルよ、サウンドノベル。どうしてですか？なでしこってバカっぽい番組って印象が強いからじゃない？そうそう、それでね、このゲームの主人公は出る記憶喪失なんでしょ。ミカコ知ってるじゃない。だってこの間そういうアフレコしたもん。何にしてもそれがプレイヤーなのね。それでプレイヤーはその人の人格を形成しながらお話を進めていくんだって。もちろんお話の展開によってのマルチエンディング。すごい面白そうじゃない。みんなで遊ぼう。機動戦艦なでしこ ザ・フランク・オブ・スリー・イヤーズ。ゲームの中で会いましょ。